喫茶黒猫亭の掟。千代ちゃんがつけひげをつけているときは千代様と呼ぶべし。機嫌が良くなってドロップを一つもらえるかもしれないぞ。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局。灰桜役の脇あずみです。皆さんこんばんは、月下役の富田美優です。そしてゲストは先週に引き続きこの方です。はい、皆さんこんばんは、千代役の久野美咲です。お願いします。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局スタートです。うん、MBS 東京 MX BS 朝日他で絶賛放送中のアニメプリマドールをより楽しんでいただくためのラジオ番組です。はい、はい、今週の掟はラジオネームファッショニスタさんからいただきました。ありがとうございます。千代様、千代様、千代様、確かによくつけひげつけてるそう、前回放送した4話、はい、4話、はい、かな、4話の冒頭で千代がつけひげつけてるシーンあったんですけど、あの時アフレコの時に、はい、なんかすごい大げさなプロデューサー風にっていうディレクションをいただいて、そうなの、それでちょっとなんかブラーブラーみたいな感じでいいよいいよみたいないいね君いいねみたいな感じのノリでやらせていただきました。大好きですあれ最高にいい、めちゃめちゃ可愛い、うん、どうですかこの3人の中で一番ヒゲが似合いそうなのだ。何この質問みんなおじさんになったらどのヒゲ欲しい。ちょっと待って待って、この3人っていうのは灰桜、月下、千代じゃなく私たち我々3人おじさんになった場合、おじさん、おじさんか、やっぱあれなのかな、どんなヒゲがいい、つけるとしたら自分がおじさんになって、どうしよう、いろいろあるじゃん、その千代みたいなさちょびひげみたいなとかサンタクロースみたいな、うんうん、でも私街でサンタクロースひげの顎の部分を三つ編みにしてるおじさん見たことあって、はいはい、キュートだなそうしようかなサンタクロース三つ編みひげ、三つ編みひげにしちゃおうかな、キュートひげ、キュートひげ、私ちょっと控えめがいいな、あ、控えめひげにする、うん、控えめひげにする、顎だけとかなんかこう、あー、話したはなし話したなしで顎だけ、あんま好きじゃないかもしれない黒さんはどうですか。私そうだな、せっかくおじさんになれたらちょっとヒゲを堪能したいので、うん、いやなんでみんなこんな前に行けたの二人とも、なんでさこの、はい、なんていうの、もみあげ、耳のさもみあげからこうずっとつながって、ここ鼻の口の周りもこう、そうそう、泥棒ヒゲみたいなのやってみたいかも。うわすごい、プロのヒゲだそれ確かに、ね、男性の皆さんはね、うん、おひげ毎日剃ってる方もいらっしゃるの大変だね、はい、ということで番組のことをツイートするときはハッシュタグ黒猫亭ラジオ局でツイートしてください、うん、ラジオはカタカナです、ラジオのウォはウォです、ウォ、ラジオ始まった、本当にタダで聞いてもいいんですか、ミューニングなどツイートしてくれてるそうですよ。ミューニングね、そうミューニング、前回もラジオドラマ、うん、千代ちゃんも登場してくださったんですけど、うん、今週も一緒にやってくれますよ、うん、楽しみ楽しみ、はい、ミューニングっていうのは私が灰桜を演じるときに、うん、ミューミューミューみたいな、うん、でチューニングをするんですけど、久保さんは千代ちゃん演じるときって、うん、なんかチューニングしたりするんですか。チューニング、いやもうさっきヒヤヒヤしてさ、はい、なんかやっぱいきなりね、千代の声出ないからさなんかやっぱなんだろう、なんか気持ちをまず作って、あ、気持ちを作って、うん、ドキドキするしながらやっております。はい、この後も頑張りましょう、はい、ドキドキしましょうそれでは黒猫亭ラジオ局今週も開始です。
黒猫亭ラジオ局であります。それではテレビアニメプリマドール第4話の感想をいただいております。じゃあ早速紹介したいと思います。はい、います。ひまりさんからいただきました。ありがとうございます。第4話見させていただきました。マスターとカラスバちゃんの関係性にキュンキュン止まらなかったです。カラスバちゃんのマスターを思う強い気持ちに心打たれましたし、テレ顔カラスバちゃんすっごく可愛かったです。新たな可愛いお人形さんも出てきてとても気になります。ハイザクラちゃんとカラスバちゃんのデュエットも最高でした。すごい最高、伸ばし棒3つついてますから。うわ嬉しい、ありがとう。とても最高でしたか。いやー4話も良かったね。良かった。普段すごくこの黒猫亭のメンバーでしっかりしている立場のカラスバさんが、なぎさんの前ではいやねえ、こう焦ったり弱みを見せたりとかね。表情が豊かになるよね。そうなんですよ。はい。私4話リアタイしてて、ちょっとまたもう来てたんで、ちょっと遅い時間だけど見ようって思って見てたんですけど、いや次ハギいい。いや、トミー大好きだもんね。大好き。次ハギ大好き。名曲よ。名曲ですよ。だからね、こうやって次ハギはじめ、こういろんな曲もね、こう明日進むごとにぜひアニメ見てからまた再度聞くと。やっぱりプリマドールの良さ出てくると思うので、全然変わるよね、聞き方見方がね。ますね。はい、第4話はカラスバがメインになる回でした。そう、第2回のラジオでキャラクターを紹介した時にキャラクターゲーアーの藤チョコさんがカラスバのランドセルのデザインを少し古めかしい寄せ集め感みたいなものが出るように意識してデザインしました。寄せ集め感というのはカラスバにとって重要な要素なのでとね、お話ししていましたけど、これをね第4話見ていただいた方は、あ、そういうことか、寄せ集めてって気づいたんじゃないでしょうかね。意味がわかるとね、またうるっときますよね。よりねこう大切にしなきゃって思いますね。はい、そして久野さんゲスト会ということで、私たちと久野さんへのメッセージもいただいてますよ、はい、ということで、ありがとうございます、JB さんからいただきました。ありがとうございます。ジュジュさん、トミーさん、そして初のゲスト、くのちゃん、こんばんは。こんばんは。今回はラジオ内でお二人からもプロ養生と評判高いくのちゃんがゲストということで、どんなお話が聞けるのかと楽しみにしています。ちなみにそんなプロ養生のくのちゃんにお聞きしたいのですが、くのちゃんから見てパーソナリティお二人は何のプロだと思いますか？難しい質問。なんて、そりゃ声優のプロでしょ。声優、あのアフレコもね、あの脇ちゃんと、はい、あのみゆちゃんとそれぞれ一緒に撮れた時もあって、はい、いや本当にすごいなって思ってたし、それこそ千代はね、あの歌は、まあ、2曲ぐらいだったけど、ほら毎回さ、2人は歌があったりとか、はい、結構ね、5人曲とかもさ、多いから、いや歌のプロやなって思いながら聞いてたし、でなおかつ今こうやって生放送のラジオ2人がガンガン回してるのを見ると、いやラジオのプロやなって思うんですよ。なんかもういろんなプロがプロでプロ味で溢れてるプロ味で溢れてるやなって思う。本当ですか、嬉しい。何でもできちゃうよね、マルチだよね2人とも。マルチですって。マルチマルチだって。あとタピオカのストローさすのもプロ。確かに私はプロかもしれないでしたね。はい、バズで嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。続いて、はい、みんみんさんからいただきました。ありがとうございます。プリマドールはキャラクターソングアルバムがリリースされたり、アニメの中でも印象的な歌が多い作品ですが、もしも千代ちゃんのキャラクターソングが作られるとしたら、どんな曲になると思いますか？久野さんはどんな歌がいいと思いますか、という質問です。絶対可愛いじゃん。あのキャラソン CD、 あの9月に発売されるやつの、あの神連れの歌は、あの千代多分ソロバージョンで、あの収録させていただくんですけど、あとねハイザクラちゃんとの歌もあったりして、一緒のやつ、なんだろう、ソロ、でもなんか元気な曲もいいけど、すごいなんか本当ピアノの伴奏だけの泣かせ系もちょっと聞きたさはあって、しっとりした感じ、しっとり系も、
私楽器いっぱい使ってほしいの。楽器とか鉄筋とか。可愛い可愛い。行進曲みたいな。マーチみたいな。マーチみたいなやつ。マーチ可愛いな。すごい聞きたいし。夕霧との思い出を歌うやつ。また泣かせ系。泣くよ。また泣かせ系だ。泣かせに来てるじゃないですか。泣いちゃうな。泣いちゃうな。そう、元のお声が本当に可愛らしくて綺麗だから、歌を歌うと私もう感動して、キュンってなって胸が苦しくなっちゃうので、だから多分元気な歌じゃないと私は泣いちゃう。全然ガバガバになっちゃうから。ガバガバになっちゃう。泣かせるか。泣かせましょう。ないよ。はい。まだいけるかな。いけそう。お。じゃあ読ませていただきます。はい、お願いします。ラジオネームチョコミントかりんとうさんからいただきました。美味しそう。ありがとうございます。くのさんは出演前に久しぶりの生配信のラジオで緊張するとツイートされていましたが大丈夫ですか？まだ緊張されていますか？また皆さんが緊張をほぐすためにすることってありますか？ありがとうございます。すっごい緊張してたんですよ。はい、でそうスタジオついて、そうそう、なんかあの緊張してたのか、あのお手洗い行こうと思ったら、あの間違えて給湯室に入ってしまって、あ違うと思って。あ違う、お手洗いお手洗いと思って、そしたら次開けたら次男子トイレで、あ違うってなって、あのそう最後あのちゃんと女子トイレ入れたんですけど、それぐらいあのテンパってはいました。あったんですね。はい、どうでした？だってこれ打ち合わせしてもすぐ本番始まりますって感じでしたもんね。これ本当に生配信これから始まるのっていう感じの、あのなんだろう、ゆるい空気感だったけど、はいはい、あのやっぱいざ始まると、うんうん、あきちゃんとみえちゃんがすごい回してくれるから、うん、なんかいやいや、なんだろう、二人と楽しくおしゃべり、うん、すごいできてる感じがする。うん、ほぐれた。よかったです。よかった。あとあれだって、皆さんが緊張をほぐすためにすることってありますか？だってジュウさん緊張します？あ、するする。嘘。するけどあんまり出ないっぽ い, いそうですよね。緊張が確かになんか、大人だよね、こう表に出さない感じが。ありがとうございます。クールクールビューティー、プロの大人です。プロ、大人プロ、大人プロ、大人プロです。でもトミーこそ緊張しなさそうに見えるけど。しますよ、します。今もしてる。嘘だ。いや本当に。嘘つくな。いやだって今外にマネージャーさんいますけど、私結構緊張しいですよね、ほら。うんだって、うん、緊張しいなんです。そうなんだ。え、ついてファンの人は気づいてるの？え、どうなんだろう、気づいてるんじゃないかな。そうなんだ。なんかこう久野さんとかはもう緊張してますっていうことを結構こう伝えてくれるタイプだから、そうですね、きっと皆さんも緊張してるんだなって気づくと思うけど、うん、トミーは全く気づかんできてます。嘘つけ。気づいてますって言った。本当ですか？いや気づいてる人は、うん、俺は気づいてるぞって言いたいよ。あ、そういうことか。そうだよ、そういうことね。ほら、みんなわかんないって。かっこいいからな、だって。気づきのプロかって。はい、みんなね緊張するんですね。はい、ということで皆さんメールありがとうございました。この後は番組オリジナルラジオドラマ黒猫亭の思い出です。千代ちゃんにお願いがあります。どうしたの、灰桜さん。月下さんをあっと驚かせられる情報が知りたいんです。月下さんを驚かせる？どういうこと？はい、いつも千代ちゃんに教えてもらった極秘情報で月下さんを驚かそうとしているんですが、知らないのは灰桜だけでありますと言われてしまうんです。私極秘情報を教えてたっけかな。はい、千代ちゃんはいつも私の知らないことを教えてくれます。とりあえず灰桜さんが知らないことを教えればいいんだよね。お願いします。あそこにいるのは灰桜と千代ちゃんであります。何を話しているのでありましょうか。じゃあお料理のサシスセソって知ってる？ミュウミュウ、これは極秘情報ですね。極秘ってわけでもないんだけどさ。お料理のサシスセソぜひ教えてください。なるほど、
こうして極秘情報が仕入れられているのでありますね。お料理のさしすせそは調味料入れる順番のことなんだよ。なるほど、さしすせその順番に入れればお料理が美味しく出来上がるんですね。これはすごい情報です。そうかな。それでさしすせそとは何なのでしょうか。お砂糖、お塩、お酢、醤油、味噌だよ。そんないっぺんに言ったら大変なことになるであります。みゆみゆ、さしすせそのさはお砂糖、しはお塩、すはお酢でしたか。灰桜さんすごい、よく一回で覚えたね。今のところはうまく伝わっているようであります。でも全部おから始まっているのですが、いいのでしょうか。そこが気になってしまったでありますか。ああ、私の言い方が悪かったね。砂糖、塩、酢、醤油、味噌だよ。なるほど、これでさしすせそになるのですね。あれ、みゅみゅ、さしすしみになっちゃってます。これはみんな思っていることであります。せが醤油、そが味噌なんですか。そうなんだ。醤油は昔せうゆって書いてたんだって。味噌はそう取った方がわかりやすいからそなんだと思うよ。なるほど、そういうことでしたか。分かってもらえてよかった。お料理のさしすせそはさはお砂糖、しはお塩、すはお酢、せはお醤油、そはお味噌ですね。これで味付けは完璧です。ほうき星さんの代わりに厨房を任されても大丈夫です。私お役に立てます。料理のおとして覚えそうで心配であります。灰桜さん頑張って、きっとオムレツも美味しく作れるよ。はい。あれ、どうしたの。あそこにいるのはゲッカさん。あ、ほんとだ、ゲッカさん。見つかってしまったであります。聞こえていないのでしょうか。ゲッカさん、極秘情報ですよ。料理の極意ご存知でしたか。もうすでにちょっと間違えているであります。ここは一つ撤退であります。ちょっとゲッカさん、飛んでいかないでください。ゲッカさん。ふう、愉快なラジオでしたね。何事もなかったかのようになるのかな。完成版は。そうだね。いやー、さしすせそ、皆さん知ってました。知ってますよ。知ってた、うん、でも千代ちゃん博識ですね。ね、この年で知ってるなんて。やっぱりあんなかな、お手伝いとかしてるからね。ああ、詳しいな、うん、納得ですね、はい、今回も灰桜ちゃんお勉強になりました。賢くなった。はい。はい、ということでコーナーの方に移りたいと思います。おい、リスナーさんとリンククイズ。テレビアニメプリマドールで登場するリンク、どのようなものなのかは第1話で登場しましたね。はい、はい、このコーナーはリスナーさんとリンクすることで正解を予想するクイズ企画です、うん、はい、リスナーさんからは自分の身に起きた事件をクイズ形式で送ってもらい、はい、我々はリスナーさんとリンクしてリスナーさんの気持ちになって回答していきます、はい、ちなみに前回は8話リンク8割リンクでした。すごい、まあ、8話リンクというものはアニメには出てきません、はい、存在しませんよ。存在しません。じゃあ早速1問目リンクしよう。運命の車輪さんからいただきました。ありがとうございます。僕は高校生の頃、うん、母親と一緒に買い物に出かけるのが嫌でした、うん、それはなぜでしょう。え、はい、お、お母さんと一緒に歩いてるのをクラスメートに見られるのが恥ずかしい。まああるあるですよね、これは。じゃないのかな。え、ヒント、え、反抗期ではない。反抗期じゃない。だからその一緒に出かけてて、もう俺この年になったから母ちゃんと出かけねえしみたいなことではないってことですよね。
あ、じゃないんだ、うん、はいはい、はい、なんだろう、お洋服とか買いに行って、うん、こう試着室で、うんうん、もうあれも着てこれも着てってこうなんかファッションショーみたいになるのか、お母さんから恥ずかしいとか、なるほど、めんどくさいとか、難しいな、反抗期じゃないんだ、なんだろう、だから彼女に見られるとかじゃない、お母さんの服はヒント、お服がダサい、お母さんの服がダサい、派手、お母さんが服着ない、そんな問題だあの生放送なんでちょっとあのやめていただいて、はい、じゃあ答えこちら、母親が出かける際、うん、僕の中学の学校指定のジャージを着ていたから、うん、ちょっとやだな、まあ、確かにちょっと恥ずかしいなそれ、息子のジャージを、うん、着るってことでしょ、着て、うん、その息子と一緒に出かけるってことでしょ、恥ずかしいね、恥ずかしいですね、ジャージってさよく名字書いてるじゃない、書いてありました田中、ね、書いてあった高橋、うん、そうだよ鈴木みたいな、なんか胸くっつけて、あ、それは恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、お母様聞いていますか恥ずかしいみたいです、息子さん恥ずかしかったらしいです、はい、しっかりしたお洋服を着てあげてください、はい、これはじゃあリンクはどうでした、作家さん的にできてた、7割リンクちょっと待って、また半端な、7割リンク、あ、7割リンクです、はい、ということで本日は7割リンクでございました、はい、ありがとうございます、十分です、十分、以上リスナーさんとリンククイズでした。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局、ここでテレビアニメプリマドールからのお知らせです。毎週金曜日 MBS 東京 MX にて、他にも BS 朝日などで放送中です。また毎週日曜23時30分にアベマで独占先行配信も実施されています。地上波放送後は各配信サイトでも配信しますので、ぜひご覧ください。ここで CD 情報です。黒猫亭から生まれた私たちのユニットシャノワールが歌うオープニングテーマティントエメロディーとキャラクターソングアルバムショーアップが好評発売中です。ぜひお聴きください。さらにテレビアニメプリマドールのキャラクターソングアルバム第2弾、キャラクターソングアルバムオンステージとサウンドトラックアルバムカーテンフォールが9月21日水曜日に発売されます。こちらもぜひチェックしてください。続いてはブルーレイ情報です。テレビアニメプリマドールのブルーレイが全6巻でリリースされます。第1巻は10月28日金曜日に発売です。第1巻にはキャラクター原案5名による書き下ろし全巻収納ボックスや、私たちが出演するスペシャルイベントのチケット優先販売抽選申し込み券、歴代のキー作品の名曲をキャラクターがカバーした CD など豪華特典盛りだくさんです。詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。続いてはコミカライズ情報です。コミックウォーカーニコニコ星がない電撃ジーズコミックページにてプリマドールニューオーダーが連載中です。喫茶黒猫亭開店までのカラスバたちオートマタの過去を描く前日談をぜひチェックしてください。さらにコミックブシロードウェブにて明日8月12日よりプリマドールようこそ黒猫亭への連載が開始されます、うん、喫茶黒猫亭で繰り広げられるオートマタたちのハートウォーミングな物語をぜひチェックしてください。続いてはテイクアウトコラボカフェ情報です。8月1日月曜日より秋葉原なごみ堂にてプリマドールテイクアウトキャンペーンが開催中です。コラボ期間中はキャラクターをイメージしたドリンクメニューお菓子をお楽しみいただけます。対象ドリンクお菓子を1品ご購入につき、ランダムでオリジナルコースターが1枚プレゼントされますので、お近くにお住まいの方はぜひ足を運んでみてください。開催期間は8月31日水曜日までの予定です。コラボ内容の詳細はアニメ公式サイトをチェックしてみてください。お願いいたします。お願いします。まあね、お知らせもたくさんでございました。はい、うん、テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局お別れのお時間となってしまいました。久野さんゲスト会は今週で最後です。
といかがでしたか？すっごい楽しかったです。よかったです。なんかあっという間すぎて終わっちゃうの嬉しい。寂しいぐらいです。嬉しい。千代のことについて、はい、そのオンエアが始まる前とかに、うん、あの公式さん の, あのコメントとかでお話しさせていただく機会はあったんですけど、はい、オンエアが始まって、うん、あこうやって見てくださってる方たちの、うん、こうコメントをリアルタイムで見ながら、そしてあのお便りとかも送ってくださったりして、うん、なんかこうやって千代のことについてお話しする機会いただけて本当に嬉しかったです。よかった、ありがとうございます。アフレコも結構前だったから、そうちおちゃんを演じるのも久しぶりだったと思うんですけど、そう久しぶりにちお演じられて嬉しかったっていうのもあるし、一緒に生でお芝居できて嬉しかったです。嬉しかった、ね、多分ね視聴者の皆さんもね聞きたかったと思うので、嬉しい、ありがとうございます。よかった。あのこれからもちおアニメの方でも出てきますので、はい、うん、あの聞いてくださってる皆さんもあのちおのことも時々気にしながら見ていただけると、はい嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひまたゲストで遊びに来てください。はい、はい、番組やアニメの感想を書くコーナーへの投稿はラジオトークの番組ページにある質問を送るからお送りください、うん、というわけでここまでのお相手は灰桜役脇安住と月下役富田美優と千代役の久野美咲でした。バイバーイ。